梅丸くん、こんにちは。今日は私も一緒に巡視艇を紹介するよ。それでは一緒に行ってみよう。おー、湘南の海の安全を守っている湘南海上保安署。果たして海丸くんはどの船を見に行くのかな。巡視艇海風は令和4年2月に新艦となった新しい巡視艇なんだよ。巡視艇海風の特徴として、新たに感染症患者等の搬送に的確に対応するため、感染症患者等を収容できるスペースを備えていることだよ。巡視艇海風は長さ20メートル、総トン数26トンの巡視艇です。機動力を生かし、主に海難救助や犯罪捜査の業務を行っています。また水上オートバイ2艇が配備されており、水深の浅いところでも活躍しています。